ロード・オブ・セーラムは、ロブ・ゾンビ監督、脚本、制作による2012年のアメリカ合衆国の、ホラー映画である。出演は、シェリム・ーン・ゾンビ、ブルース・デイヴィソン、ジュディ・ギーソン、パトリシア・クイン、ディ・ウォレス、ジェフ・ダニエル・フィリップス、メグ・フォスター。マサチューセッツ州セーラムの女性 DJ が、魔女の呪いに遭遇する物語である。 撮影は2011年10月17日より始まり、2012年9月10日にトロント国際映画祭でプレミア上映された。アメリカ合衆国では2013年4月19日より限定公開された。1692年、アメリカの家画家セーラム。ロード・オブ・セーラムと名乗る7人の女性たちがサタンを呼び出したとされ、魔女裁判にかけられた。 死刑を宣告された彼女たちだったが、そのうちの一人が刑の執行直前、判事とその一族の者たちに呪いをかけた。そして時が流れ現代、薬物依存症を克服中のハイジは、セーラムのラジオ局で DJ をしていた。そこへ一枚のレコードが届く。差出人はザ、ザロードとあった。レコードを再生すると奇怪な音と共に聞こえてくる、不気味な声。ハイジは魔女たちに、 死刑判決を下し、呪いをかけられた、ンジ一族の末裔だったのだ。解き放たれた魔女の呪いは、次第に、セーラムの街全体を蝕み始める。映画音楽は、ジョンゴーが作曲した。ロッテントマトズでは57件のレビューで批評化の、支持率は47%である。メタクレティックでの過重偏差値は21件で57、100となっている。ありがとうございます。